ローマ植物園の銅像ピエトロロムアルド・ピロッタは、イタリアの植物学者、博物学者である、パビーアに生まれた。パビーア大学医学部に入学し、自然科学も学んだ。卒業後、ピストイアの高校で、自然科学を教えた。1879年に、ストラスブール大学菌類研究所に学び、イタリアに戻ってサッサリ大学とモデナ大学の、 教授職募集に合格したが、モデナ大学を選び、モデナ植物園の園長も務めた。1883年に、ローマ大学の生物学の教授職に招かれ、1928年まで、その職を続けた。植物園内に、新しい植物研究所を設立し、研究所の年報を出版した。研究分野は初期には、インカ植物及び、 微生物の分野で研究し、イタリアのブドウベト病の原因菌を研究した。その後植物生理学、形態学に取り組み、実験遺伝学の分野にも取り組んだ。イタリアやアフリカの植物分類学の分野の研究も、いった。アブルッツォ国立公園の指定にも貢献した。何度か、イタリア植物学会の副会長、会長を務めた。ススキのキカの種、アローピロッタエなどに、 検名されている。ピロッタは植物の学名で命名者を示す場合に、ピエトロロムアルドピロッタを示すのに使われる。ありがとうございます。